どうもベタです。パーサカやっていきたいと思います。本日はサイドバック作っていきたいと思います。で、デッキの方はテツタ、ワタライ、スイーツで、シズモリ、アーレン、アイハルでいきたいと思います。そして今回は第2弾の手持ち無凸デッキで挑もうやっていきたいと思います。まあ、渡来、36レベルですが、まあ、35レベルと同じイベントデッキとなっておりますので、はい、これで許してください。まあ、この前、ミッドフィルダーで SS 星3つ作れたのかな。で、その時にディフェンダーも作ってくださいと言われましたので、今回はサイドバック作っていきたいと思います。はい、ではやっていきましょう。とりあえず、静盛踏んじゃっていいかな。うん、評価上げないとね。で、ちょっと早めに今回相原とスイーツちゃんのコンボが来てほしいんですけど、来るかな。おっと、ここだな。あ、で、持ち込みの方は招き猫と、お守りで持ち込んでおります。言ってなかった。はい、すいません。こんな感じですね。こんな感じで持ち込んでおります。で、相原ですね。やっぱりもう相原が来るか来ないかで、やっぱりこのデッキは変わってくるので、どんどん相原を踏んでいきたいですね。はい。来なかった。残念。いえ。まあ、ちょっとね、ディフェンスはね、枚数が足らなかったんですけど、この前、静まりちゃん当てることができましたので、はい、なんとかできるかなとは思っております。これでいきましょう。足りっかな、精神。ちょっと無理やりやってる感が。あ、よかった、相原いる。来いよ。これ来るか来ないかでだいぶ変わる。来い。あー、来なかったか、残念。静まりの評価も上げとこうかな。本当は静盛は後にするのですが、うん。ね、やっぱり、評価が低いので、早めに上げておこうかなと思っております。あれ。PK のコツ、いいね。ちょっと早いな、これ。どうしようかな。精神もらっとこうか。告白してからが良かったけどね。まあいい。で、敏捷が足らない。踏もうか。はい。で、ここまで行けば、どうしようかな。相原来てから、行くかね。さすがに。さすがに相原来てからにするか。静盛り上げるのは。まあ、責任で勝手に上がっちゃうのですが。うん。スイーツちゃん行こうかな。回復のコツとか欲しい。ムードか。ムードか。ムードはいらないんだよな。やるときはやる。で、コーチ。怪我するなよ。怪我するんじゃないぞ。ナイス。いいね。相原、告白は来てほしいんだよな。体力持っていかないで、ここで。カーブを期待よ。早いっすね。うん。まあ、メンタルでいいかな。まあ、遊ぶでやってもいいけど、まあいいや。メンタルでいきます。ミネ君、ワンチャン、体力回復。来なかった。あー、これ来ちゃったか。もっと早めに来てほしかったんだけどね。まあいいや。まあいい、まあいい。すごい経験値高いっすね。まあ試合経験値ないからな。アレンぐらいしか、確か。それがちょっと辛いところ、このデッキの。スタミナ。スタミナな。キック10、スタミナ20。行こう。
無理かな。まあ行ってみよう。休まない、休まないはダメだ。これだな、もうこれしかない。はい、行きまーす。おー、スイーツちゃん。ムード以外ドリブラー、まあいいでしょう。哲也くん1回目ですね。まあ、渡来くん後回しにしてくれれば俺的には嬉しいかな。で、ここは渡来くん行きましょう。渡来くんはね、まあ依存があるので後がいいです、できれば。うん、はい、我慢大会いいでしょう。いいね、可動部。お、精神足りるじゃん、全然スタミナ全然いけるね、ありがたい。で、技術を稼がないといけない。キック10、キック10上げとこう。はい、言っておきましょう。で、哲太くんのね、遊ぶコマンドもやらないといけないんで、これはボールダッシュ、うん、フェアプレー踏んだっけ、わかんないや。はい、哲也くん完了ですね。で、ここで必殺のコツ3つ取れました。哲也くん行ってもいいけども、これは普通に遊ぶ方の哲也くん行こうかな。いや、あ、迷うなこれ。行こう。うんうん。お、相原来ましたね。ありがたい、ありがたい。俺と付き合ってよ。で、次、静森の評価上がっちゃうので、デートも行けるようになっちゃうんですよね。で、ここで、哲太くん行くか、コーチ行くか。哲太くんですね。はい、哲太行きましょう。お、完了ですね。2。あ、2来た。ありがたい。クロスマシン2。で、相原来てほしいな。まあでももう静森行っちゃってるから、ちょっと静森の遊ぶコマンドもしておこう。体力の上限上げときたいのでね。で、哲也くん、これはフィードを教えてもらいます。で、もう一丁いっていいかな。はいは、あー、静森。静森、もう一丁行きましょう。はい。で、哲也くんもあと一回ですね。お、来ました。ナイスです。これをちょっと待ってた。体力回復はね、できれば克服できてほしかった。で、哲也くん行きましょうか。はい。で、哲也くん、これはお願いする。突破力のことはさすがに取らない。で、コーチいる？いないか。いないのならば、相原行こうかな。うん。相原行きましょう。はい、相原。デートしていいよね。いいよね。見てなかった。いいね。で、これですが、そうか、技術、そうか、これスタミナダメなんだ。これちょっと先にテクニック上げさせてもらいますね。もうコミット関係なく上げちゃいます。渡来踏むか、渡来踏んでもいいな。これフェアプレー、まあ、あプレイとかは今取れてる1か、取っちゃうか、取っちゃおう。またらい行きましょう。違う、それじゃない。俺が欲しいのはそれじゃない。で、コーチいない、コーチいないのでデート行くか。迷うなこれ。
どうすっかな。コーチの評価上げたいよな。迷う、これは本当に迷うな。コーチの評価上げたいけども、コーチがいない。コーチ行きましょうか。はい、コーチ行きましょう。ボールダッシュ望むところだ。で、これ負けてもいいから人気投票、負ける気でいこう。はい、負けた、ナイス、いいよ。で、アレン君行こうかな。ちょっと評価上げたいですね。アレン行って、アレン行きましょう。はい、アレン。あ、来ちゃった。何勝てる、勝てるかな。勝てる気はしないんだよな。全部一番高いのが紅白戦。ナイス、いいね。お、2038。やっぱ進んでるだけ高いっすね。イベントが進むと高いです。うん、2951。ちょっと少ないけど、まあコミットは実績は稼いでるのでいいでしょう。で、ディフェンス30上げたいな。スタミナも10上げたいな。敏捷はこれぐらいは行きたい。で、60、60残してるから、まあこれぐらいは行きたいかな。うん、これぐらいは行きたい。ハードワーク取ってもいいよ。で、休まない。スピーチ、これで行こうか。敏捷もうちょっといける気がするけど、まあいいや、これでいきまーす。精神がちょっときついかもな。ちょっときついな、精神。で、敏捷もうちょっと、うん、これぐらいでいきます。はい、行きましょう。強星以外でお願いします。強星はちょっとつらい。うん、いいでしょう、ナイス。で、コーチミッドフィルダーじゃないんだな。ミッドフィルダーじゃない。これはどうするかな。もう哲也くん行きましょうかね。行くとこなかったんで哲也くん行きます。で、コーチいるね。コーチ行きましょう。で、コーチの何が欲しい。空中戦、マッチアップはいらない。ボールダッシュ先行こうか。ボールダッシュいいね。来てる来てる。相原、あー、ちゃう、ごめんなさい、相原じゃないですね、アレンですね。敏捷もらっておきましょう。まあいいでしょう。これで敏捷もらっておくか。はい、これでスピードも完成ですね。望むところだ。で、キック力、ああ終わった、ナイス、いいね。で、次コーチいなければ相原のデートかな。あ、来ちゃった。来いよ、成功しろ、成功しろ、ナイス、いいね。これで精神だいぶ稼げたな。うん、精神もう気にしなくていいや。なので、コーチはいる？いるね。 11% か、 11% か。まあいいか。ん？コミット完了だよな。じゃあこれいっときます。来いよ、ナイス、いいね。来い、ナイス、いいよ。さすがに次相原行こう。で、技術もらいます。回復しないとまずい。で、静森そろそろ来てほしいかな。嬉しいけど、朝活、静森そろそろ来てお願いします。どうすっか。
ディフェンス30上げちゃおうか。上げれたね。で、敏捷結構もう来ちゃってるんだよな。てか、なかなかいいぞ、この、今回。精神ちょっと稼がないといけない。相原デート行っとこうかな。相原デート行っときます。で、ここで、俺なら大丈夫だよと。で、終わりで、コーチがいるか、いない。で、ハードワーク振るために、ちょっと精神いるんですよね。25、あと21必要ですね。で、敏捷65か。まあ、哲太くんいっとこう。哲太くんまだだもんね。哲太くんでいいよね。哲太くんいきましょう。これで精神もらおうか。頑張れ。コーチいる？いないか。コーチがいない。コーチがいない。遊んじゃおうかな。遊んじゃおうかな。うん、敏捷もあと5だけ必要ですね。うん。どうする？ディフェンスみたい感はある。いや、でも精神があれだから、もう一回静まりで遊んでもいいけど、どうしようかな。迷うなこれ。うん、技術がちょっと溢れてるな。技術はもういらない方向で行きたいけど、コーチ行こうか。はい、コーチ行きます。で、ボール出してラスト。お、ナイス。じゃあもうこれ、相原行っちゃっていいじゃん。相原行っちゃいますね。で、静森、ささっと告白来い。来ないと、最後までデート行けないぞ。うん、いいね。言ったら来ちゃった。俺のことは好き？で、コーチがいる？コーチいないので、いないのでハードワーク取っちゃおう。取ってしまって、あれ？ハードワーク。あれ？もうちょいしか。はい。取ってしまって、これからの展望なんですが、スピードはあとどれぐらい上がる？試合前でこんなに上がるのなら全然いいんだよな。はい。あ、もう相原先終わらせちゃおうか。コーチ来てないしね。相原終わらせましょう。で、事務所のものだ。でいいんだな。はい。いいですね。で、三大欲求、これは眠い。あ、まあ、マリシア取っちゃったんだよな。まあいいや。精神もらっときましょう。で、技術はもういらないんですよね、多分。お、コーチがいる。で、コーチ次何もらっていこう。空中戦？カバーリング1もらおうか。ナイス、いいね。で、コーチいる？コーチいるな。ダブルか。ダブルはさすがにちょっと踏みたいな。踏もうか。踏んじゃえ。技術溢れないよね。で、もういいよね。ちょっと何か振っとこう。ドライブシュートでも振っとこうかな。ドライブシュート、クロスマシン。ん？マエストロ振っちゃった。ドライブシュートだ。セクセも振っとこう。多分敏捷足りるし。いやいや、足りるよね。あ、足りないかな。まあいいや、これはちょっと、いやいや、いっちゃおう。ハイテクニック。
ちょっと便所足らないかもしれないですね、最終的に。まあその時はその時でちょっと最後で調整します。うん、なかなか出てるね。で、あとはそうっすね、静森のデート5回、うん、9316、いいね。なかなかいいのではないかな。で、ここのコミットは、試合経験点アレンのみ。アレンのみだから、まあ、経験点は後にしようか。キック、スピード、スピードはとりあえず30。で、キックも20ぐらいはいけんだよな。で、静森のデートですが、まだ1回も行ってないので、まあマッチアップ取ろう。あ、マッチアップいけるね。どうしようかな。コーチ1回、2回。こんな感じで、あとはこれを、まずは試合経験点とあれで150でしょ。で、どうしようかな。精神1で、次で精神2で、次は筋力ないんだよな。筋力精神で、最後精神1で筋力1か。これぐらいかな、デートで。で、哲太くん2回、まあ哲太くん2回は最後2ターンで踏むとして、今回は踏まないとします。なのでコーチ前2回は確実に踏んでいくってことですね。まあ一旦余裕があるっていう感じで、これでいきましょう。いいでしょうね。いきまーす。うん。で、ディフェンスじゃない、スピード、キック20いけるよな、さすがに。いや、きついか。若干きついか。コーチがいないので、とりあえず、静森進めていきまーす。静森はね、さすがに、カラデートが少ないはずなので、コーチがいないぞ。静森。で、次ワンタッチ取るかキープ取るかなんだよな。ワンタッチかな、やっぱり。無視した。いいね。コーチはいる？コーチいるね。フィジカルにいるのはちょっと嬉しいな。筋力足らなかったんで。で、空中戦カバーリングどっちでもいいや。あー、来なかった。残念。コーチ。来いよ、さすがに来いよ。ちょっと来なかったらきつい。来い。ナイス。で、これは空中戦もらっておこう。で、あとは静森ちゃんどんどん追いましょう。うん、キック上げれるかな。微妙だね。あー、マッチアップ上げなかんのか。ちょっと筋力が足らねえな。ちょっと筋力が足らねえぞ。うん、とりあえず静森ちゃん追って筋力をもらいたい。あー、マジか。これはちょっと辛いぞ。静森来い来い来い、ナイス。で、これはワンタッチもらいに行きます。ワンタッチでいいんだよな。ワンタッチで、筋力最後4、5で20、20くれるんですよ。やめておけ。20、20くれるので、それで足りる？足りるかな。キックとあと1、キックあと2。14、14、28ので、16だっけな、マッチアップって16、44足りるか。
最後までいけたら足りる。行けよ。さすがに行けよ。静森行けよ。ナイス。で、最後一回まで行けば足りるね。で、キック。あと11なんだよな。無茶せずここは練習した方がいいかもな。1、2、3、4、5いけてんだよな。無茶せず練習するしてもいいけど、するか。ちょっと怖いもんな。これで静森外しちゃうと、うん、怖い。あ、いや、ダメだ。これ静森変えないと精神足らねえや。静森来いよ。来い。おい、ナイス。いいよ。しっかり前半後半いきまーす。で、これは技術上げとこう。あ、マッチアップだった。忘れてた。危ねえ。ちょっと敏捷足らねえ。やばい、やばい、やばい。やっちゃった。やらかしたな、俺、これ。やらかしたか？結構やらかしたな。うん。まあ、いいか。まあ、いいか。いいや、いいや。最後、直振りしよう。はい、これで試合行きたいと思います。はい。はい、終わりましたね。これでコミットも終了してるのですね。はい、これでまあなかなか実績も稼げたかな。はい、27,988 でスピードは B にしておこう。で、ディフェンスはちょっと足らないね。まあしょうがないね。まずちょっと哲太くん一回行こうか。哲太。で、どうするかなんだけども。どうしようか、これ。ワンチャンこうして。いや、ダメだな。やめとこう。普通に振ろう。うん。いや、技術100にするか。ねえ。いや、技術100。100はちょっとしんどいな。こうだな。94だな。で、筋力。キックちょっと、まあいいや。こんな感じでいきますか。はい。で、最後、哲太くん行きましょう。はい。で、これでコミット。コミットじゃない。最後の特訓ですね。行きましょう。で、ディフェンス20、キック20、スピード20、でテクニック、スタミナ20の、で、筋力2個、で、ビハインド、ダッシュ、ドリブラ、ドリップ。そんなにここら辺は取らないからね。ロングスロー4の意外性5で、オフェンスフローか。オフェンスフロー、これで最大は出るかな。トラップキープは2で1個ずつぐらいしか振らないから。ドリブル5にしている理由は、最後スイーツちゃんで、あ、ムードも5にしたかったな。できればムード5にしよう。うん、ムード5にする理由は、最後スイーツちゃんに回復のコツ取りたいんですよね。できれば、うん、ムードとパスとドリブルと回復だったはずなんで、潰しておくって感じですね。はい、これでいこうか。うん、いきましょう。
それぐらいまでいけるかな。このデッキ SS 星3ぐらいはいけるんじゃないのかな。無理かな。いってほしいんだけど、結構手応えあるからいってほしい。でデート終わってるよね。金八だよね。1 2 3 4 5 6 7 8。いいね、金八だね。ちょっと敏捷が足りてない、ちょっと敏捷が足りてないので、それは考慮しながらやっていきたいね。これこう自分だってもう意味ないんだよな。まあいいか。何全部マックスなんだよな。まあフィアプレイはもう取っちゃってるけど、哲也くんか、行っとこう。展開力まあいいでしょう。これはねさすがにディフェンスですね。ディフェンス行こう。で次のターンさすがに練習できないかな。でしっかり前半後半でキック上げとこう。はい、やっていきたいと思います。はい、行きまーす。はい、終わりましたね。あと1試合です。これはもうメンタルでいっか。なあ、敏捷もまあギリギリでありますが足りそうですね。あとはだってエースキラーぐらいだもんな。あとカウンターと、まあ、ダッシュはすごいしだし、まあいけるかな。ギリギリギリだね。本当にギリだね。ちょっと技術を使っておきたい。技術を使っておきたい。これぐらいにしよっか。コーチング、チームプレー、司令塔、まあこれぐらいは振っときましょう。最後あれなんで、はい、これでいきたいと思います。あ、一応何かあった時のために85にしておきます。はい、行きまーすと思ったけど、これいけないんだよな。メンタルいってきまーす。で最後の試合しっかりと前半後半やっていきます。はいはい、終わりました。あとはバルサとの戦いですね。これはちょっとしっかりとやっていきたいかな。まあでもピンチャンでいいや。ピンチャンでいきまーす。はい、終わりましたね。とりあえずあとは査定ぶり。経験点いくら出てるんだろう。8000ぐらいは出てるかな。8000はちょっときついか。さすがに試合経験点ないし、彼女2だし、片方彼女弱いし、どうだろう、どうかな、どうかな、どうかな。7567か。やっぱり出てないな。最後のあれがちょっとつらいか。で精密機械、マエストロで、ボールダッシュは欲しいで、カウンターエースキラー、意外性、大一番途中出場、あと何いるかな。ロングスは PK、 カバーリング、ヘディングは微妙なんだよな。シュート、バックスピン、キープ、空中戦、トラップ、ダッシュ、キープで、筋力使いたい。シュートレンジ取ろうか。いや、シュートレンジじゃないな。これはシュートレンジじゃない。これは技術使いたい。突破力とか取るか。やっぱ技術ちょっと振りすぎたかな、取りすぎたかな。シュート取っとこう。技術が余る、技術が余る。突破力もう一個いこうか。突破力取っちゃうと何も取れなくなっちゃうよ。ダメだ。
それならフィジカルの方がいい。やっぱり技術にはいらなかったか。途中出場なくすと突破力で触れてドリブル、微妙に技術が足んないな。微妙っすね、微妙っすね、微妙っすね。いや、まあシュートの方がいいな。微妙だな。まあでもこんなところっすかね。こんなところで終わりかな。はい、ではムード振って終わりましょう。はい、これでいいでしょう。いくつ出たかな。ちょっと難しいところですが SS 星3ぐらいは出たかな。はい、どうだ、来い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 。マジかマジか、惜しい。あと1か、なんか粘ったらいけそうな感じもしたな。マジか。まあこんな感じで4,5,6,7,8で、まあデッキの方がこれなので、渡来くんが夜当たりくれてたり、まあ渡来くんの場所をまあ新島35とか持ってたら全然いけた気がする。まあでも新島35持ってないからな。まあ手応えありですねこれは。全然35レベプラスね、相原で SS 星3つで、うまくいけば SSS いけますね。で天才を使えば全然 SSS 余裕っすね。はい、しかもほとんど確定なんで、渡来くんと、まあ、アレンくんは不確定って言っても結構確定の域に達してると思うので、確定の近くの域には達してると思うので、このデッキは強いと思います。渡来くんはちょっとどうにかしたいかな。はい。今回は以上で終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また、どんどん、楽しい、皆さんが楽しめたり、皆さんに参考になる動画を上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さようなら。